タッキーこと滝沢襲明氏、41の動きが激しくなっている。2日には自身が立ち上げた株式会社 2B に元 V6 の三宅健44が合流すると発表。7日には公式 YouTube で生配信も行う。この場で元キングプリンスの平野章、神宮寺雄太の合流が発表されると見られている。写真 猪木を馬乗りボコボコにする滝沢秀名氏、t b i の YouTube 公式チャンネルのトップ画面で4日、7日午後7時から生配信を行う予定であることが明かされた。そのサムネイルには椅子2脚が背中合わせで置かれた画像と、シャープ飛べコンチナイドアンダーバー02というタグが添えられていた。滝沢氏は、シャーシャーとツイートした。椅子が2脚ということから、 以前から合流が噂されていた平野、の、神宮寺の二人が登場するのではないか、と期待が高まっている。滝沢氏は昨年10月にジャニーズ事務所副社長を退任し、3月に 2B を立ち上げた。4月にオーディションを開催することが明らかとなり、それから2ヶ月ほど表だった動きはあまりなかったが、今月に入って急加速している。これから合流が確実視されているジャニーズジュニア。 うちユニット、インパクターズ、5月にメンバー全員が退所、を除いて、大っぴらにデビュー組の元ジャニーズと一緒にやっていくことはない、と当初は見られていた。三宅とはかつて、剣、タッキー、というユニットを組んでおり、V6 もすでに解散していることからわからないでもない。ただ平野、神宮寺は5月22日にジャニーズを辞めたばかり。 わずか1ヶ月ちょっとで滝沢氏と合流となると、大きなハレーションが起きることは誰でも容易に想像ができる。それでもそういう動きが漏れ伝わってきているということは、やはり今のジャニーズ事務所の置かれた状況を見て、問題ないと判断したのだろう。芸能プロ関係者。ジャニーズ事務所は現在、創設者のジャニー北川氏による性加害問題で大揺れ。一昔前ならば平野、 神宮寺が滝沢氏の元に行くとなれば大問題となっていたが、今はそれどころではないというのが実情だ。三宅合流の発表があった翌3日には、このニュースがテレビ局の情報番組で流れた。これもかつてならば考えられない話。時代は大きく変わったということか。